たちの誰でもいいから一人選んで喧嘩するわけで、お前ら根性を見せられたら合格、柴田連合加入認めます。よし、はい、じゃあ突破った誰。よし、聞いたか柴田、はい、ああ藤原が年少から出てくるって。もう出てきてんだよ、2週間と4日前に。知ってたのか。同じランドセルに弁当入れて小学校通ってた幼馴染だぜ。できることなら忘れてえよ。始め！なかなかやるじゃねえかお前ら。名前は？門住健一。丸山健一だ。つうかお前ら、そもそも一年じゃねえだろ。おう、お前らその前に俺とやろうぜ。いいよいいよ。おう、ブルーエリート、俺と一緒に血と汗とクソ流すか。久しぶりじゃねえか藤原。ちょっとは年少で反省してきたか。反省？反省も後悔もねえよ。何しに来たんだ。行き場所なくて出戻りか。心配すんな、こんなとこも戻ってこねえよ。そりゃ戻れねえだろ、俺たちの焼き入れが怖えもんな。また遠いぶっかけてやろうか柴田。こら上等だよ、やってみろよ。あれから傷跡がうずいてよ、その度にお前の胸くそ悪い顔が浮かぶんだわ。喧嘩ごっこは終わりだ。俺はな、もう継ぎ目の看板背負ってんだ。バカかお前。ヤクザにケツ持ってもらわねえと何もできねえのかよ。相変わらずダメなやつだな。学校通ってるやつに言われたくねえよ。黒崎だかなんでも知んねえけどな、町でやったらもうそんなでけえ面させねえかな。